ウランバートルの観光をさせていただいた一日です。ウランバートル市内の観光で一番先に向かったのがスフバートル広場という広場です。ウランバートルでも一番広い広場だということで、ここでいろんな記念行事が行われたりいろんなことがあるんだそうですけれども、待ち合わせの場所としてよくモンゴルの人には使われるんですってね。この方は私のウランバートルでの案内をしてくださるアリウナさんという日本語ガイドの方です。この広場で原色の派手な色のですね服を着た一団目にしました。何だろうと思っていたら、アリウナさんがこの方々はなんか同級会かなんでなんかですよということで、お話聞いてみますと、ウランバートルの教育の大学を出られてですね、皆さん先生をなさっている方が多いんですが、そうですが25年ぶりの同級会だということです。この広場の奥には大きな建物があって、これは、政府宮殿と呼ばれるんだそうですね。そこにチンギスハーンの座像がありました。この市内観光の車を運転してくださる運転手さんです。寡黙な方でしたね。社長のガンゾリッグさんの弟さんなんだそうです。